祭りでの食べ物、日本の祭りを彩る独特な食べ物たちがあります。日本の祭りは地域ごとに様々な特色があり、その土地ならではの食べ物が楽しめます。屋台で販売される定番ものから地域に根付いた伝統的なものまで、見ているだけでも楽しくなるような独特な食べ物がたくさんあります。屋台グルメの定番を考えた場合、祭りといえばやはり屋台グルメが外せません。例えばたこ焼きです。外はカリッと中はトロトロの食感がたまらない大阪の名物。ソースやマヨネーズ、かつお節など様々なトッピングが楽しめます。焼きそばも外せません。太麺にソースが絡んだボリューム満点の一品、紅生姜をたっぷりかけて食べるのが定番です。かき氷もあります。夏祭りの定番です。カラフルなシロップと練乳が食欲をそそります。またリンゴ飴もあります。砂糖でコーティングされたリンゴがキラキラと輝いていて見た目も美しい。綿飴は祭りを彩り盛り上げます。ふわふわの綿菓子は子供から大人まで大人気です。定番に並んで地域ならではの伝統食があります。地域によってはその土地ならではの伝統的な祭りの食べ物が楽しめます。例えば岩手県盛岡三叉踊りでは冷麺があります。青森ねぶた祭りでは焼きそば、イカ焼きがあり、京都祇園祭りでは八坂神社周辺ではちまきや甘納豆などが販売されます。地域によって異なるみこしと魚ではその地域ならではの食べ物が振る舞われることがあります。その他地域特産品も挙げられます。祭りの会場ではその地域で作られた特産品を販売していることもあります。また祭りの期間中は郷土料理を味わえるイベントが開催されることもあります。ちなみに祭りの食べ物を楽しむコツがあります。どの祭りにどんな食べ物が出ているのか事前に調べておくと食べたいものを効率的に探すことができます。屋台ではクレジットカードが使えないことが多いので現金は多めに持っていくようにしましょう。また人気の屋台は長蛇の列ができていることもあります。並ぶ覚悟をして食べたいものをゲットしましょう。同じ祭りでも年によって出店する屋台が変わることもあります。日本の祭りは美味しい食べ物を楽しみながら日本の文化に触れることができる貴重な機会です。ぜひいろいろな祭りに足を運んでその土地ならではの食べ物を味わってみてください。